地球、100万種以上もの生命が住み集う限りなく美しく青い星、地球。しかしこの星で今絶滅の危機に追い込まれている動物は2500種以上もいる。私たちは今こそ立ち上がらねばならない。今こそ全ての生き物と私たち自身のために。今日は楽しかったね。うん。なんだ？あれか。最後の仲間、幻の一匹狼。心当たりでも？いや、
知りませんわ。知りませんとも。習得。現在新進気鋭のモデル兼国際派女優として注目されている。ブラックオパールのような髪の毛、神秘に輝くブルーサファイアの瞳、ホワイトプラチナのようなおみ足。お姉様こそ私たちが探し求めていた最高の仲間、地球を救う真の戦士。そうよ、どうして今まで気づかなかったのかしら。ミントもアイドルに憧れたりするってわけだ。それは違いますわ。ザクロお姉様は特別なんですの。ミントさんの憧れの人がミュウミュウ5人目の仲間かもしれないなんて、神様の仕掛けた素敵な偶然かもしれませんね。ちょうどいい、みんなで確かめてこい。え？オーディションさ。オーディション？邪魔者が現れただと。はい。奴らは最後の仲間か。おそらく。しかしまだ接触はしていません。早めに処置した方がいいでしょう。手は打ってあります。してザクロさんが仲間かどうか確かめるなんて、白金さんもすごいこと考えますね。もし決まったらザクロお姉様の妹役ですわよ。信じらんない、私がオーディションだって。しかもミュージカルの。ザクロお姉様もいらっしゃるんですから、みっともない真似は許しませんわよ。でもよでもよでもよ、ひょっとして受かっちゃったら。CM 出演で話題になっちゃって、 CD デビューが決まっちゃって、瞬く間にスターになって。いちごの夢を見て。そしてそして、いちご、すっかりスターになっちゃったね。僕のことはもう忘れて自由に羽ばたいてくれ。まさやのバカ。え、まさや、芸能人になっても私の心はあなたのものよ。オーディション参加者の皆さん、それでは審査員の先生方の入場です。あれが演出家の
ジュンヤーの小芝さんですわ。ああ、あの厳しくって新人女優を何人も泣かせたっていう。へえ。そして本日のスペシャルゲスト、このミュージカルの主演でもある藤原ザクロさん。あれが藤原ザクロ、本物ですわ、ザクロお姉様。それではオーディションを始めます。15番相澤ミントさん。はい。ミントさん緊張してますね。憧れのザクロさんの前だから。大変だ、ひよふく小猿が出た。ひよふく小猿、まさかケメラアニマ。あMake a fun of me? ああ、ミスター甲子場、申し訳ありません。君たち、一体何をしてるんだね。甲子場先生を怒らせてしまったぞ。ごめんなさい。オーディションは中止だ。そんな。ごめんなさい。でも、悪いのはこの子と私だけなんです。それに私も、私たち3人はすぐに帰りますから。この相澤ミントさんや他の人たちのオーディションは続けてあげてください。ダメだダメだ、全員帰りたまえ。ちょっといいですか。Oh, please have a seat. They are not making fun of you. This is just an accident. Just an accident? Oh, it seems to me that they're wasting my time.Well, they are trying to entertain you with a little show. こら、失礼じゃないか、君。大丈夫です。お任せを。They are taking this very seriously. Nobody is trying to make a fool of you. To me, seems very ridiculous and strange. I'd like to ask you to take broad-minded view. I believe the thing that you'd consider strange and weird might bring you new ideas and innovative approaches. Would I would like to see your dancing first? 私の? Okay, わかりました。ミスター甲子場はオーディションを続けてくれるそうです。本当かね? ええ。ただし、私が模範演技を見せるという条件ですが。よかったですね、ミントさん。嘘みたいですわ。これがザクロお姉様。すごい、なんて綺麗なの。ブラーボ、ブラーボ。ザクロ、ザクロお姉様、私の憧れの人。ミント、ザクロお姉様、私たち仲間を探しに来たんですの。お姉様のどこかに小さなあざはありませんか。それが私たちの仲間の印ですわ。何を言ってるの。
私はお仕事をスムーズに進めたいだけなの。別にあなたたちのために取りなしたわけじゃないわ。勘違いしないで。それでオーディションを受けずに帰ってきてしまったんですか。うん、ミントさんかなりショックを受けてましたから。ま、さすがに今をときめく藤原ザクロはなかったということか。ちょっと簡単に言わないでよ。白金がけしかけたんじゃない。ミントのお姉ちゃん、プリン、あんなことしてごめんなさいなのだ。別にプリンのせいじゃありませんわ。ザクロさん本当に仲間じゃないのかな。でもだとするとあの写真誰なんでしょう。イチゴ起きる、イチゴ起きる。うん、何？全員集合命令、5人目の仲間が危険、危険。なんですって。ユーミューストロベリー、メタモルフォーゼ。楽しすぎてステップも踏めないのかい？ようこそ皆さん、新しい仲間のお葬式へ。でもお葬式を始めるためにはまず死んでもらわなくちゃね。あれ？どうしたの？固まっちゃって。今まで散々暴れてくれたくせに罠にかかったら言葉も出ないの？やれ！ミューミューザクロ、メタモルフォーゼ！
一瞬にしてキメラカラスを元に戻しただと。行けキメラカラスグレート。すごい身のこなし。ザクロ、藤原ザクロさん、お姉様、やっぱり私たちの仲間。くだらない。あ、誰ともつるむ気ないの。悪いけど。必要ないわ、仲間なんて。そんな、やっと見つけた最後の仲間ですのに。うざいのよ、あなたみたいな子。そんな。5人揃って東京ミュウミュウ、地球の未来にご奉仕するにゃん。